こんにちは、新垣梨沙です。この度、私の頭の中の消しゴムという朗読劇に出演させていただくことになりました。私は今回で2回目なんですけども、前回出演させていただいた時にはですね、もう本当にこう私自身も演じていて、どんどんこの物語に引き込まれることがすごくあってですね、今回は2回目なので、さらに見に来てくださった皆様を引き込んでいけるように演じ切りたいと思います。劇場で待ってます。